神代明ケボノは、バラカ桜族の桜。江戸悲願を母として生まれた、交雑種で、日本原産の栽培品種の桜。東京都調布市の東京都立神代植物公園に、原木がある桜で当初は、明けぼのという名前で植栽されていたが、公益財団法人日本への会の桜の、名所づくりアドバイザーである、西田直道が特性が異なることを発見。 桜研究者である林朝香による調査により、今まで知られていない園芸品種であることが判明した。品種名は、人大植物公園と旧名である明けぼのにちなみ、1991年4月に公益財団法人日本への会の開放である花の、ともナンバー41号で発表された。原木が異なる特性を示した原因としては、 次期に用いられた台木が成長した桜と考えられる。江戸悲願と他品種との交雑種と推定される品種で、ソメイヨシノと同じ傘状の樹形であるがやや小型である。ソメイヨシノよりわずかに早く開花しよく、似た形状の花をつけるが、花弁のピンク色が濃く、グラデーションがあり、全体的に鮮やかであることが特徴である。国立劇場の人代アケボの様々な理由で、 第二次世界大戦後に大量に植えられた多くのソメイヨシノの樹勢が低下しつつある。ソメイヨシノは桜類天狗草病に弱く、このことを危惧した公益財団法人日本への会では2005年からソメイヨシノの苗木の配布を2009年からは販売も中止し、ソメイヨシノから植え替えする場合の代替品種としては天狗草病にかかりにくく、 開花時期と花の特徴が、ソメイヨシノと類似するジンダイアケボノへの植え替えを推奨している。公益財団法人日本での会が配布した苗木は2019年春時点で約17万本に達した。ジンダイアケボノは、ソメイヨシノより開花が数日早く、花の色が少し濃い。成長した場合の平均樹高は、約13メートルでソメイヨシノより5メートルほど低いものの、 小型な分、都市部に適している面もある。このため花見の名所を管理する各地の自治体などが、老木となったソメイヨシノを更新する際には、人材やケぼのを植樹する事例も増加している。ありがとうございます。